武雄社長のだから堂堂のだら金金堂堂です、えー、今回は、えー、皆様からこれも、えー、多くご質問いただくレーダー系の、えー、イヤーソックスノーズパッドの交換について、えー、この動画で、えー、実際にやってみたいと思います 私が今持っているこのレーダーロック。そして、このレーダー EV。そして今、廃盤にはなってしまいましたけど、レーダーという商品。いろんな形でレーダー系の商品というのが数多くオークリーの方からリリースされておりますし、非常にご好評いただいております。 実際に、え、プロのアスリートの方々なんかも、えー、多く愛用されている、えー、非常に素晴らしい商品で、金英堂でも、えー、非常にご購入いただいている商品ではあるんですが、例えば、えー、まあ、レーダーロックでいけば、スイッチロックという、あの、レンズの、簡単にこう、その素早く、その状況に合わせて、チェンジができるという、えー、テクノロジーを搭載してあって、まあ、このような形で、えー、レンズを外すことができる。 というようなテクノロジーを持ったサングラスです。このレーダーロックをはじめとして、レーダー系の商品というのはレンズチェンジというのが基本的にはできるものがほとんどんですし、メーカーの方からもその説明書きであったり、そして動画等と、近衛等の動画の方でもこのスイッチロックをはじめとしてレンズ交換の方法というのはご紹介をさせていただいておりますが、結構そういった形で このレンズ交換については、えー、情報というのが、まあ、ただあるんですが、例えばこのレーダー系の商品というのは、この、えー、鼻の部分、そして、えー、この耳にかける部分、まあ、鼻の部分はノーズパッド、そして、えー、耳にかける部分はイヤーソックスというような、えー、パーツで、えー、名称が付いておりますが、まあ、この、えー、商品というのは、どうしてもやっぱり使っているうちに劣化をしてきます。 そして、交換用の部品というものももちろん出ているんですが、ただ、パーツが入っているだけで、どのように交換をしたらいいんだ。そして、交換ができるものかどうか、そういったご質問なんかも多くいただきますので、実際に今回は、レーダー、レーダーロック、レーダー EV、共通のものではあるんですが、ノーズパッドの交換の方法、そして、イヤーソックスなんかも、 実際に外し方、そして取り付け方というのをこの動画でご紹介させていただければと思います。そうやってご質問を多くいただくということは、やっぱり結構困っていらっしゃる方がいるんだなというように感じております。この動画を見ていただいて、皆様のその交換であったり、さらなるパフォーマンスアップのために、この動画をお役立ていただければと思います。 それでは、えー、本日も早速行ってみましょう。オークリーの、えー、フラック2.0。以前の、えー、フラッ,グジッ、えー、クジャケットやハ、えーフジャケット2.0、そういった商品も全てそうなんですが、えー、ノーズパッド。このような、えー、アオブタニウム製のノーズパッドが付、えー、いております、まあ。このノーズパッドは、 え、爪で、え、上下で、こう引っ掛けられているものになるので、え、このゴムの部分を、え、引っ張っていただいて、外していただくような形になります。それでは、実際、外していきます。このノーズパッド、え、かなり、え、伸びるので、怖がらずにやっていただければと思います。 上下で固定されているので、どちらから抜いていただいても大丈夫は大丈夫なんですが、構造的な部分で、下の方から引っ張って外していただくと外しやすいのではないかなと思います。上から外していただいても問題はないですが、おすすめとしては、このフラッグ2.0、そしてハーフジャケット2.0、その他のアイテムに関しても、下の方から外していただく方が、 外しやすいのではないかなと思います。ちょっとでは外してみます。まあ、怖がらずに、えー、もうこのように指で引っ張っていただいて、下が、えー、今外れました。そしてそのまま上を引っ張っていただくと、これで外れます。この部分に、えー、このような爪があるのはお分かりいただけると思います。 ここに、えー、このノーズパッド、これが、えー、はまっているというような状態です。それでは、今度は、えー、そのノーズパッド、えー、交換するノーズパッドであったり、えー、外れてしまった場合、この、えー、ノーズパッドを、えー、先ほどは、えー、下の方から外していきましたので、今度取り付けるときは、えー、この上の方から 入れていただく形になります。このように、えー、くぼみがありますので、えー、このくぼみの部分に合わせて、この上の部分を、この上の部分ですね、入れてあげます。ノーズパッと、あの、潰れるような形で入れていただいても、まあ、全然伸縮しますので、問題ありません。この状態で、えー、上がしっかりはまっていると思います。で、このまま、 このノーズパッドを下の方にグッと引っ張っていただいて、下を入れていただく。まあ、そうすると、えー、これで下の方もしっかりはまったのが、えー、お分かりいただけるんではないかなと思います。最後、えー、このように引っ張っていただいて、ちゃんとはまっているかどうか、えー、確認をしていただければと思います。 ノーズパッド、えー、交換、取り付け、えー、取り外し。これは、えー、このような形で行っていただけます。レーダーロック、レーダー、レーダー EV、えー、こちらの一、えー、眼式と言われる、えー、サングラス。こちらのノーズパッドも、えー、形状は違えど、この左右、こう、このように右左一体になってはいるんですが、 え、フラッグ2.0や、え、ハーフジャケット2.0と同様に、この下の部分を持っていただいて、下からこう外していただくと。そして、この上の部分も、外していただくと。まあ、形は違えと、同じようにこう爪で引っ掛ける形状になっているのが、お分かりいただけると思います。もちろん、えー、一体になってはいますが、 このように右だったら右を外していただいて、でその後、こちらの左側を外していただくと外れます。逆に、オイルするときは、また同じように、まあ、右であれば、えー、右、左であれば、左ですが、やはり同じように、上の方から、このように、ゴムをしっかり引っ掛けていただいて、その後、引っ張っていただいて大丈夫です。このように、これだけ伸びるので、 ここも怖がらずにやっていただければと思います。で下の方下も、えー、爪の部分と合わせて、えー、しっかり入れていただいて、まあ、最後、えー、ちゃんと入っているかどうかこのように確認をしていただいて、えー、外れなければちゃんと入ってます。これで、えー、こちらのレーダーロック、そしてレーダー EV、レーダー,、えー、そういった商品のノーズパッドの交換が完成します。 耳にかける部分、えー、こちらの、えー、イヤーソックスと言われる部分。この部分は、ま、レーダー,、えー、レーダーロック、そういった商品に関しては、ただこの部分は、えー、差し込んであるだけです。なので、まあ、力技ではないですが、少しこのように回しながら、外していただくと、今、だんだんこうずれてきたのがお分かりいただけると思いますが、このような形で、 簡単に外すことができます。で、入れるときは逆にも、このその先の部分、一旦じゃあちょっと全部外しちゃいますが、このような形で外れますので、このまま、例えばじゃあこの交換したいイヤーソックス、取り付けたいイヤーソックスというものを、この先の方から、向きだけ、この、この部分のくぼみ、 というか、えー、その形状と合わせて、この位置を確認していただいた上で、この先の方から、この取り付けたいイヤーソックスを、まあ、このようにねじっていただいて大丈夫です。ただ、その際、えー、この部分がこんな風になったりしてしまうと、ゴムが伸びすぎて切れてしまう可能性とかがあるので、気をつけてやっていただければと思いますが、 基本的にはある程度このようにねじっていただいてもそんな極端に伸びることはないのでこれでイヤーソックスの交換が完成しますもし入れにくい場合などはこの部分に中性洗剤を塗っていただいてその後入れていただくと入れやすいと思います え、フラック2.0、え、レーダー EV、え、これらの商品に関しては、もちろん、え、そのイヤーソックスの交換の時、ま、同じように、え、レーダーロックなんかと同じようにこちらから外していくわけですが、ただ、この、え、かみに近い部分、ヒンジの、え、付近あたりに、このように、え、イヤーソックスの、え、延長状のストッパーが付いています。こうやって見ていただくと、 このイヤーソックスの延長で、この部分に、このように、その青ボタニウムのパーツがはまっているのがわかると思います。ここがそのストッパー代わりになっているので、いくらこうやって引っ張っていただいても、なかなかちょっとやっぱり外れないので、フラック2.0、レーダー EV、これらの商品に関しては、まずはこの部分を外していただく形になります。 まあこの部分も外すのは特段難しいことはなくて、まあ、この部分をただ裏側からこのようにただ引っ張っていただくだけです。今これが通常の取り付けられている状態。この部分をもう剥がすようにこんな感じで持っていただいて、で、後ろに、まあ、後ろにというか内側にこうただ外していただくと、今、外れました。 まあこの部分見ていただくとこんなような形状になっています。まあ、今ここが外れたのがお分かりいただけると思います。まあ、この部分をあとはもうこのようにただ後ろの方に引っ張っていただくと外れます。で、えー、入れるときなんですが、まあ、入れるときはもちろんまたこの部分からずっとこう入れていただいて。で、最後にえまたこのストッパーの部分に入れていただくわけですが、 形状を見ていただくと、このように、太くなっている部分と、先が細くなっている部分とあります。ただ、ここで、この部分を見ていただくと、中に外れにくいようにと、この後ろ側にストッパーがあるのがわかると思います。なので、前からこう入れようとしても、後ろで今度入れるのが大変になってしまうので、これも決まりではないんですが、こちらの後ろの方から、 こんな感じで、ただ入れていただいて、その後グッとこう押していただくと、今何の力もいらなく、えー、しっかりはまったのがお分かりいただけると思います。まあ、フラック2.0、えー、レーダー EV、これらの商品に関しては、まあ、こちらの、えー、イヤーソックスを外す前に、えー、こちらの一体式のストッパーの方を、まあ、裏側からこう抜いていただいて、そしてその後イヤーソックスをはめていただく。そして、 同じように、新しいイヤーソックスを入れる際は、後ろの方から入れていただいて、最後、このストッパーを入れていただく。入れるのも、こちらの太い方から入れていただくというのをしていただくと、非常にスムースに交換ができると思います。こちらは、ハーフジャケット2.0ですが、 ハーフジャケット2.0は若干ちょっと、えー、特殊で、この部分に、えー、引っ掛けがあります。まあ、ちょっと表からはもちろん見えないんですが、えー、この部分を外すとき、このように、ここに、こういう、その、まあ、バーというか、止、え、め、ー、部があって、それが、ここの穴に、えー、全部はまっているような形です。 なので、えー、これもただこのように引っ張っていただいても外れないので、まあ、この部分を先に少しこう回しながら抜いていただいて、でこっちも外していただいて、まあ、その後少しずつこのようにこうずらして外していただくと、えー、外しやすいのではないかと思います。まあ、こっちの方がかなりやっぱ太くて、こちらがちょっと細いので、えーまあ、抜くときは比較的こう抜けやすいとは思うんですが、 え、入れるとき、ちょっと、あの、この部分で引っかかってしまうなんていうようなこともあるかもしれないので、え、この部分は、え、もしやりにくいなんていうような場合は、中性洗剤を塗っていただいてからやっていただくと、やりやすいんではないかと思います。そして、え、入れるとき、まあ、こんな感じでこの部分を、ま、入れていただいて、この部分にこのように、 これも外れにくいようにというようなストッパー代わりのものがあるので、この部分をしっかり、この空洞の部分に入れていただいて、最後、このストッパーになっている部分を入れてあげれば、これで交換が完成します。そして、もし中性洗剤を付けられたのであれば、交換した後、お水でしっかり洗い流していただいて、 その後、えー、ティッシュもしくはタオルで、えー、拭いていただければと思います。こちらは、ジョーブレーカーの、えー、イヤーソック部分です。そして、えー、ジョーブレーカーは、まあ、この部分に、このアオブタニウムの、えー、ラバーが貼ってあるんですが、えー、この部分を、 こう剥がそうとしても、ここはもう接着してあるというような状態なので、えー、剥がれません。まあ、この部分を、まあ、こういった形で、えー、外していただいて、まあ、入れ替える。そういった形になるんですが、えー、この部分だけというのは販売がなく、えー、必ずこの部分、この部分が、 え、交換用として、え、販売がありますので、え、この部分一体を、え、買っていただくというような形になります。その、え、送りの、まあ、イヤーソックス、え、様々な、え、交換用のものというのもリリースがありますし、まあ、いろんな形で対応ができるものもありますので、え、ぜひ、え、金営堂のホームページを見ていただいて、もし、例えば色を変えたいであるとか、何か、え、劣化してしまって交換が必要な場合、 まあそういった場合は、金、え、衛、ー、堂にご注文、ご相談をいただければと思います。だから、金衛堂、